ですね、ちょっとね、本当に根本的のあれですね、根本的な、プライオリティ、10のプライオリティ、人生の10のプライオリティを探してるんですね。何が自分は好きなのか、これうちの不動産サイトなんですよ。もうね、私が本気でやりたいんですよね。まだ全然手ついてないんですけども、これをね、生涯かけてやっていきたいんで、すごくいいサイト作ってくれたんですよね。まあ、でもこれをこれからやっていきたいんで、ちょっとこっちの方面も動いていこう。いくらか1000円で、これだろ、やったじゃん。引き続き越谷のアウトレットです。お風呂やな、そこ。ここはプバチョで、あそこはデルフ。 OK、 おいでおいで、やったね、やりましたね。これはですね、ちょっと今日の一本どこのか分かんないんですけど、ブリッジもかなり攻めててすごく素敵なんですけど、この辺りメッキなのか汚れなのかがだいぶ惜しいんですよね。ちょっと状態もあんまりいいとは言えないので、これもちょっと今これ再販、どうしようか迷ってるメガネです。ただこのブリッジなかなかですね。ブリッジここの、形が違うだけだいぶすごく印象変わるんですよね、メガネって。ここが結構攻めてると、もうあとは普通でもですね、大変特徴的になるんですよね。あ、これもこう来てるんだな。もしかするとここで青でメッキが全部もともとはあったのかもしれないですね、こうブローっぽく。それをが取れてんのか、わざと取ったのか、前の方が。そんな感じですね。はい。3回だけでも結構来ますわ。今から、本当下、真下あたりで、こちらのパパ友と、ちょっと軽くいっぱい来ます。シミモ。3人だとなんか困る。シミモです。